こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は日本に住んでるならオーストラリアアマゾンに参加して稼がないと損ですというお話です。これね、なぜオーストラリアアマゾンが儲かるのか、それと、オーストラリアアマゾン別に興味ないよという方もね、何かやって稼ぐ力をつけとかないとなぜまずいのか、そういったお話です。まず、オーストラリアアマゾンね、正式にアマゾンが発表しました。オーストラリアで物販を始めますというのをね、発表しました。でそれに伴ってね、オーストラリアの小売業者は戦々恐々ですね。これオーストラリアの消費者には歓迎すべきこと、この記事の中には書いてないんですけど、私の、実体験なんかから言うとですね、オーストラリアは非常に物価高いと、ね、コーラ400円、ね、これ別にあの小売店じゃなくてね、自動販売機で買ってもスーパーで買ってもね、コーラ400円です。でサバ塩定食2500円、これ弥生県でね、サバ塩定食買うと、食べると2500円、それから日本だと100円の100円ショップダイソー、これ 2.8 ドル約250円ですね。でもう、こういった物価高がね、是正されて買い物が便利になるというのをね、購入者消費者は期待しています。一方小売業者には恐怖です、ね、今までのように欲しいものは品切れ、ね、ネットだろうが店舗だろうが行ったらないっていうのはしょっちゅうあります。でね、ネットなんかあるいはね、注文して小売店でも取り寄せの注文すると間違えたものが忘れた頃に届くと、ね、冗談みたいですけどこれがデフォルトであります。そして価格は高いと、ね、日本だと100円ショップでも売ってないようなね、出来の悪い、日用品、これがね普通に向こうのスーパーの、ホームセンターのね、ホームセンターとスーパーの間を、日本だとホームセンターに近いですかね、のターゲットとか、Kマートなんてとこだと、大体1000円以上で売ってると、ね、そういう、何ですかね、消費者には非常にありがたくない。でも、そこで物を売ろうとするとすごい美味しい状態になってますね。今そういう状態なんですけど、こんな商売してたらね、アマゾンに顧客を奪われるのは必須であるというのでね、戦々恐々としてます。でこれはメルボルンで、倉庫アマゾンが倉庫を稼働したというのをね、伝える記事なんですけど、メルボルンのね最初の FBA 倉庫もうオープンしてます。でね、これはデススターの完成のお知らせですと、ね、小売業者にとってはもうデススターだと、一撃でやられちゃうよというようなね記事も出てました。じゃあなんでね、オーストラリアアマゾンを始める必要があるのかということなんですけど、まず日本の今の状態はね、結構厳しいものがあります、ね、長生きリスク、ね、年取ったら悲惨なロゴが待ってるというのはね、自分で稼ぐ力のない人にとってはもうほぼ決定事項ですね。悲惨な記事いっぱいありますよね。長生きするんじゃなかったとか、いや貯蓄あるから大丈夫だよって言ってもね、ちょっとの貯蓄はね、これらのアクシデント、ちょっとしたね病気とか、あるいは事故とかね、ビジネス手出して失敗とか投資の失敗でね、いくらでも、わずかな蓄え、ね、3000万前後の蓄えなんてのは瞬間的になくなります。でもね、3000万あったら、あるいはね、いやうちなら頑張って節約して1億ぐらい貯められるよという方もね、結局貯めたところでね、争いの元になりますし、自分で貯めたお金になるね、使わせてもらえないというようなね、話もよく聞いたり見たりします。見たりするっていうのは、私は不動産の仕事をね、20数年やってましたんでね、親が自宅を売るのにね、子供が反対すると、なぜなら自宅を売っちゃってそのお金を使われちゃったらね、俺の財産が減るというのをね、奥さんに焚きつけられたのかなんか分かりませんけど、そういうのはもう本当にいくらでもありますね。大体泣いてますよね、もうね。で、そういう事故が起こらなかったにしても、インフレでもう一発でねなくなります、貯金なんていうのはね、1億円で老後安泰だなと思ってたらね、20年経ってみたら1億円じゃ1年も暮らせないよというようなことがね、普通に起こります。これはね、今生きてる人たちでもそうですね、70以上の人だったらね、そういえば戦後はすごいインフレだったのというようなのがあると思うんですけど、なかなかね、私は49ですけど、もうそのぐらいの年齢だといまいちピンときませんが、インフレっていうのはね、長い年月には必ず起こりますし、
今現役で働いている人の老後には確実に起こっていると思った方がいいですね。でさらに、まあ、無事ねインフレもなんとか持ったと、死ぬまでに急激なインフレなかったね思っても、お金を持ってはね、税務署がやってきます。まあ、言い方悪いですけど、お金を持ってる人からね難癖つけて取ってきますんで、何しろ、もう蓄えたものとかなんとかね、そういうのは当てになりません。年金だのね自分の貯金っていうのは当てになりません。じゃあどうすればいいかというと、やっぱりね、貯めるんじゃなくて必要な時に必要なだけの金額を稼げるようになる力をつけるというのがね、一番安全な方法、現実的な方法ですね。で私は今ギリシャにいるんですけど、このクレタ島にいますけど、ヨーロッパ旅行してね、2ヶ月目で3ヶ月旅行終わったら帰ってアマゾンオーストラリアの準備するんですけど、まあ、元いロンドン、パリ、ポルトガル、リスボン、ポルトガルのポルト、それからリスボンと今のクレタ島ね、もうどこでも見かける風景はもうこういうお土産物とかね、自撮り棒とか、もうなんか物を売って歩いてる人、あるいはね物を買って路面に店並べて、店っていうかねこうご座引いて売ってる人がいます、たくさんいます。でやっぱりね、一番リスクなく、始められるのがこの物を売るっていうのが一番リスクなく即効性があるとね。でその物を売るって考えた時にね、まあその露店出してくれとかね、歩いて売りましょうって話はないんですけど、今の日本に住んでるとすごい、チャンスです。何しろねアマゾンがありますんで、まあ、オーストラリアアマゾンね、もういよいよ始まりますし、今アメリカアマゾンもいいです。でね日本のものっていうのはね本当高く売れます。でオーストラリアで言えば日本のものはもう綺麗に3倍以上で売れます。でアマゾンであればね、露店に並べて待ってる必要もありませんし、呼び込む必要もないと。売り歩くようにね、どうですか、どうですかっていうこともないし、交渉も不要。ね、物を適当に送って、で、売れたものをね、また売り続けるというだけで稼げます。で、ただこのアマゾン、まあ誰でも参加できるわけじゃなくて、限られた国のね、人たちしか参加できないです。ね、で、アマゾンが認めた国の、政府発行の身分証明書。それからアマゾンが認めた国の銀行口座、アマゾンが認めた国のクレジットカードが必要です。でこれらね、まあ、一応先進国と言われているところはね、一回りぐるっとね、あるんですけど、なんと日本とかね、中国とかタイ、インドネシアなんかの製品をね、供給する方の、国の口座はね、対応してないんですね。まあ、ただ、日本の場合はね、ペオニアとかワールドファーストというサービスを使うことによって参加可能です。この銀行口座はね、日本の銀行口座は使えないんですけど、ペアニアを使うことによって、アメリカの銀行口座、あるいはオーストラリアの銀行口座が、オーストラリアはね、まだかな、ただアメリカの銀行口座あればオーストラリアも参加できますんでね、このように必要な条件は日本人なら揃うと。で、何しろ日本製品は高く売れる。で、アマゾン室はもうやることは本当簡単です。仕入れたものを販売してね、儲かったものを売り続けるだけ。まあ、100円で仕入れたものを1000円で、1000個売ると100万円。ね、こんな風な形です。でね、1000個売れないよって感じなんですけど、1000個売れます。アマゾンの場合ね、梱包とか発送とかはね、アマゾンがやってくれますから、私たちがやる必要はありません。そしてアマゾンにはね、まあ、ユーザーはもう、何億人って言いますしね、まあ、オーストラリアでも、多分スタートから、全2000数百万人、3000万人のうちね、10% 程度は、参加すると思いますんでね、買う方でね、まあ、そうするとね、まあ、300万人とか、まあアメリカだと7000万人とか、もうそういうユーザーがいますんでね、1000個売れるものを見つける、1種類で1000個売るのを見つけるのはね、ちょっと難しいですけど、例えば50個売れるものを20個見つけるとかね、そのぐらいはもう簡単です。で、100万円から仕入れ代金と経費を引いたものが儲かれ、利益と。で、簡単な算数の問題なんですね。ただ、やることは単純で簡単なんですけど、いきなり、やってね、うまくいくかというと、まず、売れ残りリスクがあります、ね。1000個仕入れて1000個全部売れるっていうのはありえないと。だから、できるだけ1000個に近く売れるようにすると。それから経費倒れ、ね、さっきの送料とアマゾン手数料ね、あんまり安く売るとかね、送料かかるものを売ると、これ引いたら赤字になっちゃうってこともあります。
それから返品ディスク、ね、ろくでもないものを売ってると返品されます。で返品が多いとね、赤字にもなりますし、アカウントが削除されることもあります。それからアカウント削除リスク、ね、Amazon のルールを破ったり、あるいはご機嫌を損なうとアカウントが削除されます、ね、これは重要なところですね。日本人の感覚で普通のことをやっててアカウント削除されたっていう例は、ブログとかね、情報発信してる人のを見るとゴロゴロ転がってます。でこの売れ残りリスクとか経費倒れリスクはね、まあプラスに見れば経験ということでね、続けていれば稼げるようになって、売れ残っちゃったよなって、儲かるようになってから笑い話にもなりますけど、この返品リスクはね、アカウント削除のリスクがありますし、アカウント削除されちゃったら経験も生かしようがないと。で、Amazon 使えずにですね、物販で初心者の方が稼ぐっていうのは、かなり Amazon を使うことに比べて使わないで稼ぐっていうのは難しいです。で、これらのね、4つのリスク、ね、売れ残りと経費倒れと返品リスク、あとアカウント削除リスクを初心者が自分で回避するのは難しいです。そこでね、転売アカデミーでは初心者でも稼げるように Amazon したサポートを提供しています。サポート内容はね、チャットワークサポートが回数無制限。これ本当無制限ね。月100回以上使ってる人も普通にいます。何しろ、チャットワークですからね、メールみたく1日2日に 1往復って形じゃなくて、もう私がパソコンの前にいるときはね、それこそ1時間に30往復とか、そういうこともね、ざらにあります。で、スカイプサポート、月2回。これでね、何を扱うべきか、ね、なんか無駄なことはしてないか、で稼ぎを伸ばすとどうすればいいか、これらのことをねサポートしてます。あと私はまあ普段海外にいますんで、日本にはね年のうち半分以下しかいないんで、例えば店舗行ってね、どうやって何を買うんだか分かんないと言った時はね、店舗に入ってスカイプしていただいてアドバイスして、また店舗に入ってスカイプしてアドバイスしてっていうのをね 2,3 回繰り返して、あ、自分一人やってた時はね買えなかったけどおかげで買えましたというようなねサポートもしてます。でチャットワークとかスカイプ何ぞやそれという方のためにね、メールとか電話でもサポートしてます。でサポート内容にね、ジャンルの制限はありません。これ Amazon 輸出だからって言って日本の Amazon をサポートしないとか、あるいはね、ヤフオクで物をね、不要品を売ったり、あるいは仕入れをしたり、まあその時のサポートをしないとか、そういうことはないです。ヤフオクだろうが、日本 Amazon だろうが、 eBay だろうが、あるいは独自ショップの作り方だろうがですね、稼ぐために、役立つことであれば何でもサポートしてます。アップグレードとか追加料金なしに、全部そのサポート費用の中でサポートしてます。で初めに、いくらぐらいかかるかってことですけど、約75万円ね、用意してもらう必要があります。これはコンサルティング費用が55万円ね、それから、それで半年分のサポート代がついてます。でそれから仕入れ代金は20万円ね、仕入れ代金、20万円ないとね、やっぱ効率悪いっていうか、せっかくこれからね、稼ぐチャンスが来てるのに、仕入れ代金5万ですとか言うなとちょっと心もとないっていうか、もったいないですね。そんな形で、75万円っていうのは大体ね、しっかりした大きな会社勤めてれば1回のボーナスの費用、ね、でそれだけかけて、リスクはお金はこれだけです。でリターンは、一生ものの自分で稼ぐ力。じゃあリスクは何だというのはね、55万円払ったけどね、全然稼ぐ必要なくて物販ねつまんないねということでやめちゃうというのもね、全くない話ではないと。ただ普通はないですよね。55万払ったら普通の人はね、もう取り返してやろうと思って頑張ると思いますんで、で取り返してもらおうと思って頑張っていただいて、仕入れ資金も20万あれば、稼げるようにサポートします。ね、貯金なんかだとね、毎年貯金して3000万食べても、先ほど冒頭で見たように老後破産ね、ちょっとした病気やアクシデントで、あっという間に瞬間的に亡くなってね、もうどうしようも保証もなくなってしまう。3000万節約して貯めたのにって感じですよね。一方、Amazon 輸出を覚えるというのは、75万円だけかければね、一生、稼げるスキルが身につくと。貯金っていうのは、ね、一見安全なようで実はハイリスク、ローリターンです。争いが起ころはね、インフレには弱いわ、税務署にはいつ持ってかれるか分かんないわね、皆さんが当てどころにしてるほど、役には立たないと。ね、それよりも、賢明なあなたなら分かると思うんですけど、自分のスキルを高めるというのはローリスク、ハイリターン、最も効率の良い投資です。ただね、私は誰にでもサポートしてるわけではありません。
以下の3つの条件をクリアした人だけサポート可能です。まず今現在の年収が300万以上の方、またはまあ今ね、もう仕事辞めて主婦やってますとかね、定年退職してますという方でも、かつては年収300万以上稼いだことがあると。これね、今までにサラリーマンでもアルバイトでもね、何でもいいんですけど、稼いだことある金額以上を目標にするとね、その金額を稼げるというふうに思うことがなかなか難しいというのがね、やっぱりたくさんの人にサポートしてきて分かりました。そんなわけで、稼いだことある金額を目標にしていただきたいですし、ゆとりを持って取り組むといった意味でも、やっぱり年収300万以上ある方、かつて稼いだことのある方がいいです。これはお互いの幸せのためにこの条件を、付けさせていただきました。それから決断力があると、ね、稼ぐために必要なことは指示するんですけど、それやると本当に稼げるようになって何年か稼ぎ続けられますかとかね、売れなかったらどうするんですかとか、儲かりすぎると税務署来ませんかとかね、そのやりましょうって言ったことで、毎回そういうのでね、1週間1ヶ月、悩まれてしまうと全く成果が出ないです。で、全く成果が出ないままね、数ヶ月経つと、稼げないって言ってやめることになりますんで、まあ、決断力のない方は、まあ、正直、稼ぐというのには、縁が遠いのかなという気がします。それからクレジットカードを持っている、ね、これクレジットカードないと Amazon のアカウント作れないです、ね、なんかの事情があってクレジットカードない方は残念ながら、ご遠慮ください。ただ上記条件をクリアしていれば一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。います。